手に与えられます。しかしロシアも本当にロシアも強豪ですからね。これ本当にいい試合になるんじゃないですかね。このヨーロッパ対ロシアっていうのは、後ろ回し蹴り、この右の下突き、それ聞いただけ、エフゲニー選手も負けてませんね。